キャレッゾー、どうもヴァンパイアズトークのお時間です。このチャンネルは X ジャパンやるなしラルク・アンシエルといった日本のレジェンド的なロックバンドについてあれやこれや言う YouTube ラジオです。YouTube ラジオということで音声が中心ですので、何か作業しながらなどですね、気楽な気持ちで聞いていただければと思います。本日はですね、爆竹最近ハマってまして、近年の作品聞き直してるんですけれども、歌詞がやっぱやべえなっていう曲が多々ありまして、今回はですね、まあ、最近私が聴いてる爆竹の中のこの曲の歌詞がやばいベスト3を、やってみたいなと思っております。まあ、以前ちょっと他の動画でもお話ししたんですが、やっぱり私の爆竹体験ってその、69とかダーカーザンダークネスとか、まあ、90年代とか90年代後半あの辺で止まっててですね、で最近まあ35周年で盛り上がってて、近年の作品も聞いてるんですけれども、もうなんか歌詞のレベルがどえらいとこに来ちゃってんなというのを感じさせられる曲がたくさんあってですね、特に私が引っかかった3つを紹介しようと思います。まずヴィランですね。ヴィランはこれ作詞が今井久志さんと桜井敦史さんの共作で、でイントロ、まあ、歌い出しの A メロと B メロは今井さんが、まあ、淡々と歌うんですけども、私最初あんまり気にしてなかったんですけども、歌詞聞いてたらですね、悪の花とかタブーとか言ってるから、お、なんだなんだと、まずそこで耳持ったかれるんですよね。爆竹がなんか悪の花っつってるぞと、今井さんがね、しかもタブーまで出てきたぞ、これどういう曲なんだと思って歌詞を見たら、うわーと思ったんですけどね、これすげえ曲だなと思いました。ヴィランっていう言葉、まあ、最近それこそアメコミでね、マーベルとかが流行ってるから、まあ、ヴィランっていう言葉私もそれで知ったんですけど、もともとは悪役っていう意味ですよね。でそのヴィランっていう音とその漢字で、ヴィランですね、これをこうかけてるわけですよね。サビでね、そう、あの醜い、そうヴィランが、俺の胸にあるヴィランがと言ってますけども、このヴィランっていう漢字で書くヴィランは、ただれ崩れることを意味してる言葉らしいんですね。私もちょっと不勉強でして、そんな言葉があるんだと思いましたけど、まあ、この英語のヴィランと、漢字のヴィランが一緒というか音が一緒なんですけども、意味は違いますが、なんかちょっと通じるところがあるというかですね、でまあ気持ち悪い感じが共通してて、まあ、そこに気づいてる時点でもう爆竹の勝利だなと思うんですけどね。で A メロはちょっとラップっぽい今井さんの、淡々とした語りみたいな感じなんですけども、ここは結構ね、人間の心の闇みたいなものを淡々と描写してるんですよね。恐れを知らぬ諸悪の根源とかね、ただひたすらに狂気の沙汰とか、言ってる言葉は強いかもしれませんけれども、まあ、理不尽な世界不条理を殺す、囚われる魂逸脱せよとか、割とこう俯瞰してるというか、まあ、ちょっとそうですね、まあ、淡々とした描写、人間の心の闇を描写してると思うんですが、サビになるとね、桜井さんが、めちゃくちゃ強い言葉で、まあ、そんなそう闇落ちしてしまったヴィランな人間たちのことをですね、めちゃくちゃ厳しく非難するんですよね。醜いとか気味悪いとかね、顔のないとかね、お前、俺を犯したお前だと、めちゃくちゃ強い言葉で非難してて、これあのどういうテーマなのかなと思ってウィキペディア見てみたら、インターネット上の誹謗中傷をテーマにしてると聞いて納得したんですよね。なるほどと、そら強く言うわなと。でこのそうですね、悪い人たちというか誹謗中傷するような闇落ちした人間のことをまあ強く非難してるっていうのは、ダークヒーロー的な爆竹の立ち位置っていうのが見事に表現されてて、素晴らしい楽曲だなと思ったんですね。まあその光のヒーローと闇のヒーローっているわけじゃないですか。
まあ、よく爆竹っていうとその X と爆竹っていう風によく対比で言われてましたけど、まあ、YOSHIKI さんなんかも光の、まあ、ヒデさんもそうかもしれませんけど光属性というかねで、はい、それに対して爆竹っていうとちょっとこうダークな、まあ、本当闇属性っていうイメージが強いと思うんですけども、でもただそのヴィランっていうかそれこそヴィランとヒーローじゃないですけども、ダークヒーローっていうポジションもあるわけじゃないですか。闇は闇なんだけどやってること正しいっていうかね、まあ、そういうこう爆竹のスタンスっていうのがこの曲にめちゃくちゃ出てるなと思って、かっこいいなと思いましたね。ただ爆竹もその人間の闇を暴くだけじゃなくって、まあ、そういう人間をこうね、非難するっていうスタンス、なるほどここまで来たかと思いましてですね、これだから爆竹って、まあ、救いもあるし爆竹聞いてて元気が出たり勇気もらったりするっていうのはやっぱりその心の底っていうか歌ってる曲の中にはですね救いがあるというか、まあ、正しい方向を向いてるというか世の中良くしようと思ってるとかね、まあ、そういうのをこう思ってたって言いませんけどちゃんと曲の中では歌ってるんですよね。まあ、なので私も本当やめよう誹謗中傷と思いましたね。誹謗中傷してる人も気づいていただいてですね、このヴィラン聞いてもらってやべえと桜井さんに気づかれてると思ってですね、直ちにやめていただきたいなと思いましたけどね。自分の人生が他人のヴィランでええんかということを桜井さんは歌ってらっしゃるのかなと思いますね。で、まあ、曲のことはあんまり言わない、まあ、歌詞のことを言いたい動画ですので、まあ、曲のことはあんまり言わないんですけど、ヴィランがってそのヴィランっていうイントネーションじゃなくてヴィランってこう後ろが上がるんですけども、だからその英語のヴィランじゃなくて日本語のヴィランなんだよっていうのが伝わってくるんで、まあ、メロディーとちゃんと歌詞がですね合わさった、まあ、テクニカルな部分もあるなとか思いますし、あとテクニカルな部分で言うともう一曲通してほぼワンコードなんですよね。なんですけどもすごい展開もあるしあっという間に一曲聴き終わっちゃうっていう、ここはやっぱ爆竹のうまさですよね。やっぱこの辺はキャリアを感じさせるなと思います。普通やっぱり展開が飽きてきちゃうし聴かせられないからコードをいろいろいじくってね、変えていくところなんですけども、ほぼほぼワンコードで押し切ってて、まあ爆竹の力量っていうのを感じさせる楽曲でございます。